し、やってみに来ました。今日は玉の子フェスティバルです。今日は神々ですね、はい、暑さにやれたかもしれないですね、はいはい、でもまあ今日はね、玉の子にこの見えてると思うんですけど、はい、アスカが入港してると、そんな感じでちょっと今日はお送りしていきたいと思います。はい、はいね、はいはい、では早速行ってみましょうか、はいね、でも本当に人で、はいね、岡山盛り上がってます本当に、はい、でもいいですね、こういった町おこしみたいなイベントが、はいはいはい、すごい、まあ、これがメインってことですかね今日は。そうですね、メインで、うん、これ結構並んでるね。並んでますね。あ、まあでもどうですかね、並んでみましょうかね。でもね、せっかく来たんでね、はい、それが一番の目的なんで、はい、はい、もうダメですか。どうする。3時11分です。15時半までに全部乗り切る。あー、乗り切るまで。昼が15時半だったので、ちょっと館長さんの判断でもう日時で受付終了してください。あー、なるほど、わかりました。毎年こんな感じですかね、大体。毎年はもうちょっと長い。あ、今回は店長さんの判断で、でもね、いいもの見えたってよ、これは。はい、じゃあ、まあ、とりあえずちょっと悲しいんで、外側だけで、はい、そうですね、皆さんに楽しんでもらいたいなと思いますね。はい、大きいですよ、本当に。ね、試験管。ちょっと、入ってググっていいでしょうかね。試験管ですよ。間違えないでください。理科の実験だ。大丈夫ですよ、そんなの。ちょっと彼らは2時くらいからだなっていうことですね。でも今が3時11分ではない、はい、1時間経ってもらうっていうことですね。で、やっと入れると、まあその通路がね、狭いっていうことがやっぱ一番の問題かなっていうことで、やっぱみんながゆっくり見えないんで、まあね、もっと見たい人は早めに来てもらってっていうことで、はい、はい、ねえ、骨盤を失ってきたんですけど、ねえ、見上げてますよ。いやいや、まあそうですけどね、この後まだ課題があるんですから、僕本当にねえ。というわけで、今回のスピチューはこれまで。また次回もお楽しみに。いつもスピチュー見てくれてありがとうな。これからもよろしく。